毎日一杯飲むだけで痩せる神ジュースご存知ですか？特に普段の食事や生活習慣を変えるのが難しいっていう方は簡単に習慣ができるダイエット法です。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。毎日一杯飲むだけ痩せるジュースお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのジュースで痩せるのかという痩せるポイントと、2つ目、毎日一杯飲むだけで痩せるジュースの痩せる飲み方と逆に太る飲み方、注意点、レシピ、この順番でお話します。では1つ目の項目です。なぜこのジュースを飲むと痩せるのというその痩せるポイント4つお話します。1つ目です。このジュースを飲むとあなたの腸内環境が整います。なぜかというと、食物繊維がもうめちゃくちゃ豊富に入っているジュースだからなんですね。そうすることで腸内環境の大掃除ですね、老廃物がデトックス、結果血流良くなって代謝が上がって根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。2つ目のポイントはこちら、脂肪燃焼効果があります。なぜかというと、このジュースはですね、中性脂肪値をぐっと抑える効果がある成分がいっぱい入っているからなんですね。3つ目のダイエット効果はこちら、デトックス効果です。このジュースは食物繊維ペクチンを多く含んでいます。この食物繊維ペクチンが体内に溜まってしまった毒素ですね、余計なゴミをドッと体外に出してくれる働きがあるんです。そして4つ目の効果はこちら、むくみ改善効果になります。このジュースにはカリウムが豊富なんですね。このカリウムは体内に溜まった余計な水分をどんどん体の外に出してくれる効果があるんです。ですから見た目もすっきり、むくみ改善デトックスになりますね。ではここから2つ目の項目です。1日1杯飲むだけで痩せるジュースということで、その痩せる飲み方、逆に太る飲み方、注意点、レシピ、この順番でお伝えします。もうズバリこのジュースはですね、トマトジュースになります。まあ、トマト、もう本当にまあこうまとめですけれども、脂肪を燃やす、むくみ改善、栄養価も高い、もういろんな栄養がいっぱい入っているということは、痩せるホルモンの材料になるわけです。しっかりと栄養を摂る方が痩せるんですよ。ではまずトマトジュースの痩せる飲み方、ポイントをお伝えしていきますね。1日1杯夜に飲んでください。トマトジュースを寝る前に飲むことで、トマトが持つリコピンのダイエット効果を最大限に生かすことができます。そして痩せるポイントは、ホットのトマトジュースにしましょうですね。ここでキンキンに冷えた冷たいトマトジュースを飲んでしまうと逆効果ですよ。なぜか、腸が冷えて代謝が落ちて逆に太るからです。そして最後に、ここも大事な大事なポイントです。買うトマトジュースは無添加の良質なものを買いましょう。できれば有機栽培で作ったもう立派なトマトのみでできているトマトジュースですね。ここで間違っても、甘い甘味料とか食塩とか余計な保存料とかね、pH調整剤とか、そういったものが全く入ってない完全無添加のトマトだけでできたジュースを選びましょう。ということで、太る飲み方はこの痩せる飲み方の逆ですよね。1日良いからといって何杯も飲んでみたり、冷たく冷やして飲んでみたり、添加物がたっぷり入ったものを飲んでいたり、もうこれは太る飲み方、もうデブまっしぐらってことになりますから、気をつけていきましょう。ではここから最後に、トマトジュースの痩せるレシピご紹介します。材料と作り方です。こちら、腸活トマトジュースです。材料1杯分、無添加のトマトジュースを 200ml、まあ、1カップですね。そしてこちらもできればバージンオリーブオイル、良質のオリーブオイルを小さじ1ご準備ください。作り方は簡単です。温めたこの無添加のトマトジュースに対してオリーブオイルをこちらの量を入れてよく混ぜたら完成です。このレシピの痩せるポイントは、トマトに含まれるリコピンとオリーブオイル、この相乗効果でコレステロール値を下げてくれたり、またデブ菌ですよね、
悪玉菌の数を減らすことができる、こういった相乗効果がダイエットのポイントです。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いトマトジュースの痩せる飲み方、そして逆にこれはダメよって太る飲み方と、美味しい簡単にできるレシピご紹介しました。ぜひ習慣化していただいて、寝る前に1日1杯飲むだけということで、ご自身の健康とダイエットにお役立てください。このお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみたらこうなったっていうね、コメントたくさんいただけますと、もとっても嬉しいです。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。